はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。小川様、久保田様、三幸様、横田様、秋山様、武蔵の親父様、則夫様、里子様、高田様、高島様、利長様、正幸様、永田様、ご支援ありがとうございました。皆様、何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。明日9月1日で関東大震災100年だそうです。パーさんたちがですね、当時のデマで、虐殺されたかわいそうな朝鮮人という設定のデマをしに熱心に取り組んでるそうであります。新宿アルタ前で元芝木隊メンバーや、総掛かり系のパーが活動しておったそうであります。どうせ朝日新聞とかの社説、明日も社説でも書くんでしょ、デマ、この設定のデマをね。毎年のあの恒例行事かどうかはわかんないです。この時期になると毎年やってんのかな、このデマ押しはな。騙されてる方がいらしたらですね、何もしてないのは嘘だから、悪逆非道を働いて成敗されたのが800人今日いたあと教えてあげてください。当時の新聞などもたくさん残っております。中国共産党、韓国野党、立憲共産社民令和の国賊党、テレビ全部とパーさんたちが加害、風評加害をですね、あんなに頑張ったのに、いわき市中央卸売市場ノーダメージ、放出前と全然変わらない、むしろ高く売れちゃってるみたいなんですけどもね。世論です。虚構だったね、パヨさん、どうして、誰だよ安くなるって言ってたやつ、中国やロシアとお友達の声がでかいだけだったな。困っているのは東北で密漁していた中国漁師たち、実際嫌がらせしているのは底辺人民で、そいつらはもともと日本産みたいな高級品には縁がない。文句言ってる中国韓国は全然買ってなかったってことかな。じゃあ救済しなくていいね、パヨさんたちはとっても惨めだねって。元いわき市民としては全然変わらんわ、よかった、めでたしめでたし。ぶーたれてる中国と韓国、元から威張れるほど買ってなかったと、不買するぞで、落とすほど買ってなかったと、水産物は、半分が中国が買ってた、半分がホタテっていう、なんか異常なあれですからね。デマ流して人民がですね、水産物敬遠してですね、市場ガラガラだって、自国漁業に大ダメージ食らってて、まあブーメランっていうか自業自得ですね。今回テレビがおとなしかったのはすぐファクト殴りが入るから思うように嘘つけなかったですね。朝日毎日ですら処理水って表記してたもん。赤旗はガンとして汚染水、東京新聞はですね、ちょびっとへたれて処理汚染水なんて表現してました。なんだそれって話なんですけど、なんかゴミメディアの影響力臨界点を超えた感ありますね。24時間テレビの集金額なんですけれども、一昨年が4億円台、昨年が3億円台、今年が2億2000万余りで着実に落ち目、来年は多分1億円台になるんじゃなかろうか。民主党政権誕生から14年、フジデモから12年、やっとここまで来ましたね。年月は我々の味方であります。どっちかっつうと、パー側の、BBC や CNN でさえ、日本に対する人民の嫌がらせを詳細に報道。欧米政府、欧米メディアもこぞって日本擁護。焦った中国共産党、日本は被害者ぶって同情を買おうとしている。ますますなんか尻滅なつなことを、環球時報に書かせておりました。世論です。嫌がらせしてる自覚はあるんだね、いや関わりたくねえ、被害者ぶるのは得意だもんな、こいつら結局何がしてん、板伝ごときで世界の同情を変えるかよ、またへりくつこねてる。コロナの時と同じ論法で進歩ないな、具体的にどこがどう嘘なのか指摘せよ。
皆さんこれがメンヘラですが、コロナで世界中に大きな被害が出た時に我々が最大の被害者、キリってやってましたよね。被害者分の得意だから日本もそうに違いないって思っちゃったのかな。泥棒は他人も泥棒に見えるし、こいつ盗むんじゃないか、嘘つきは他人も嘘つきに見える、こいつ嘘ついてんじゃないか、修正を利用しろっていうですね、先人のありがたい教え、なんですけれども、泥棒の番は泥棒にさせよっていう、ことわざありますね。経済も外交もダメダメで焦ってんのかな。どうやら朝日新聞 にですね、事態の鎮静化を命令したらしく、社員の玉川徹がですね、テレ朝でモーニングショーで、中国はとかそういう主語で語るべきじゃない、14億人いていろんな人がいる、なんか嫌がらせ、しているのは一部だけみたいな、感じで語って、被害の矮小化を図ってますね。光の速さでですね、お前普段からだから日本はって言ってるじゃねえか、非難合合。まあ何言っても嫌われてますから、玉川徹は非難合合なんですけれども、世論です。パ、日本が日本も、分母を使い分けるのがパヨの特徴。こういうやつに限って日本はとかアメリカはって言うよね。お前らジャニーズとかソーダとかを日本人全体の問題にしてたよな。ダブスターはお手の物。嫌がらせは一部のバカがやってるんじゃなくて全部中国共産党の指示だぞ。輸入禁止にしたのは人民じゃなくて中国政府なんだが、バカはテレビに出ちゃダメだよバカの玉川がどうのこうじゃなくて、中国共産党だいぶ焦ってる兆候ですかね。こいつは試験なんかなくて言わされてんだと思うしね。焦った中国共産党、嫌がらせをやめさせんのかと思ったら、日本に圧力をかけるため全力を出せ、日本から賠償金を取れるとか、人民に指令、これも環球時報に書いちゃって、ああこれはますます在中邦人が危険になっちゃうな。世論です。圧力って言っちゃってるよ、お前らコロナの賠償が先だ、じゃあこっちも倍返しで請求させてもらおう。ほんと相手にするだけ無駄な国だ。そんなことに全力出したらまた海外メディアにバカにされるだけなんだが、バカはバカだからバカにされるってことを理解しない。じゃあ中国の原発も訴えよう。 IAEA のお墨付きがあるから日本から金取るの無理だよ。金が欲しい、本音むき出しで笑う。排水の安全性は IAEA お墨付き、上海の自宅の線量は東京の976倍、それが日本の排水による被害って証明できんの。まあ全くの無理筋ですね。賠償金取れますって、人民には言ってるけど嘘でした中国共産党また人民に嘘ついてるし、だがこの指令でですね、在中邦人の危険が高まったのは事実ですね。やばいやばい。水産物に限らずですね、日本のもの全部不買呼びかけてるそうなんですけど、韓国みたく途中でやめないでね、徹底的に頑張ってほしいもんですね。なんかいつの間にか韓国日本不買、ノージャパンやめちゃって、アサヒビールなんか売れまくっちゃって、品薄で手に入んねえとかのニュースになってましたけど、中国で儲けてる企業の弱体化あるいは倒産が日本と日本人の利益なのは間違いないであります。内閣府世界経済の潮流を発表、これ毎年出てるやつだな。公安調査庁の解雇と展望みたいな毎年出てるやつ。中国は経済破綻の恐れあり。ああ言っちゃったよ。理由として挙げてるのが、不動産市場ダダ下がり、バブル崩壊、地方自治体の巨大借金、若者の失業率、米国の経済制裁などが原因で経済破綻の恐れありと書いちゃっておりました。世論です。内閣府が発表するって相当かなーり危ねえんだろ。ハードランディング不可避、金貸してる人埋めれば無問題、無問題じゃなくて没問題って書いて名運定って読むらしいですよ。無問題は使わないって。国を挙げてのポンジスキームに突き進んできたのが中国共産党。ポンジスキームっていうのはトヨタ商事、懐かしいですね。トヨタ商事、豊田商事か、金、の売買で最後なんか会長が視察されちゃったとこ、生中継されてましたけども、あれシステム、オレンジ共済なんてのもありましたね。賃貸賃借対象表、
がなくて、負債の意味もわからんらしいな。ダメだこれ、これでも中国から撤退しない企業は自業自得だ、救済せんでええぞ、ごもうとパイを踏んし、台湾侵略で何とかしようとすると。8月14日に発表されてて、報道されてたのが今日なんで、処理水放出嫌がらせのカウンターではない発表ですね。中国で商売してる日本企業に、まあ、警告でしょうね。これでも撤退しないね、あのバカ企業は自己責任で、生かされてる社員は本当に気の毒であります。全力呼びかけ、したし、ますますね、あの通襲事件みたいなとんでもないことが起きる可能性も否定できませんね、これ。もし悲劇が起きたら、お花畑の経営陣のせいだからな。一生あの責任取るよな。イギリス、世界中から孤立して落ち目の中国に畳みかける。8月30日、議会報告書。英国議会報告書ね。台湾は恒久的な人口、明確な領土、政府、他国との関係を結ぶ能力など、国家としての資質を全て備えた独立国と。中国共産党、激マックスおこですね、これ。まあ、国家の要素って、領土、領民、政府、でしたっけ？忘れちゃった。それが3要素なんですけれども、それ全部ある、言ってました。世論です。これは聞くな。近平怒り浸透。イギリスは香港で起こってるから、戦争する気満々。煽ってるね。まあその通りだし。日英同盟不可避。事実侵略罪。などなど。日本は米国に追従してですね、国家承認してないんですけれども、台湾を。米国がしたら、付き合いで承認するだろうな。ことなかれ自民党はですね、米国に先んじては、国家承認しないだろうな。まあ怒られるしね。英国のこれは米国とも相談済みでしょうね。近々米国もですね、台湾国家承認の流れになると思います。そうでないと侵略された時に救援に行けないよね。大義名分、すぐさま我が国も追従することになると思います。国家じゃないと侵略された時に助けるね、大義名分が弱っちくなっちゃうから。これは内戦だって言われちゃうと、台湾は中国の一部で、これは内戦だからって言われちゃうと、他の国干渉すると内政干渉だって言われちゃうから、まあ開戦までは国家承認すると思いますけど、台湾の NATO 入りが認められたら、中共はさぞかし紛失でしょうね。それだと侵略ならないから、戦争ならないから、微妙な手加減で国家承認はしたものの、 NATO には何かかんかい理由つけて入れませんって、中国に手出させるためね。そうなるかもしれません。米国版戦隊シリーズパワーレンジャーって発音してたな。パワーレンジャーって、これゴレンジャー、私ゴレンジャーしか知らないんですけど、それのあれだって。そのね、戦闘シーン、マスクかぶって戦闘シーンは日本の映像そのまんま使って、で日常シーンはアメリカの俳優さんが演じるっていうですね。丸パクリですよ。女性のヒーローが主役級に活躍する設定が当時の米国では画期的だったそうで、放送開始30周年記念でまた話題になっておりました。それまでアメリカには子供向け実写番組がなかったこともあり、パワーレンジャーは空前の大ヒット。パワーレンジャーの第1話が放送された時、米国のポップカルチャーは永遠に変わった。このシリーズには強い女性たちが主役級として登場し、この点は既存の米国のシリーズとは一線を画していた。女性でもスーパーヒーローになれるのだと、海外の反応です。誰もが見てた番組だった。娘に見せてたわ。そうか、もう30年か。この人だいぶお年みたいですね。2年2人の息子たちの部屋はパワーレンジャーで埋め尽くされてたわ。あ、30年で娘がいる、小学生ぐらいかな。したらそんなお年でもねえか。パワーレンジャーを見るために学校から走って帰ったのを覚えてるよ。小学校でグリーンレンジャーになりきってたのを思い出す。グリーンレンジャーは中の人が黒人俳優さんやってましたんで、多分この人は黒人なんでしょうね。この作品があったからこそ今の俺がある。そこまでか。そこまでか。
強い女性のキャラクターがとても斬新だったから、ものすごい衝撃を受けたの。今でも覚えてる。ピンクレンジャーに本気で恋してたわ。戦隊ものが米国でこんな人気とは知らんかったです。反省。ポリコレ的なあれがあれでですね、白人系、アジア系、アフリカ系、まんべんなく散りばめられて5人になっております。女性もですね、ピンクとイエローの2名に増員されておりまして、イエローレンジャーがアジア系なんだよな。今だとなんか言われそうだなっていう話なんですけど、宇宙戦艦ヤマト、まあ衝撃だったらしいんですよ。それが、主役級の沖田艦長、途中で亡くなっちゃうでしょ。主役の森ゆきも、亡くなっちゃうんですね。不思議な力で、無事蘇生するんですけど、ベルバラもそうなんですけど、主役もしくは主役級がなくなるなんてことは、それまでの米国では考えられなかった事態のようで、これもね、強い衝撃与えたみたいであります。パーやらフェミやら、中間北の手先どもが創作物を目の敵にする理由がこれですね。単純に妬ましいのと、ほら、感情がさ、喜怒哀楽の代わりに、妬み、恨み、僻み、そねみでできてますから、日本のイメージアップが嫌なのと、日本作品が失墜すれば後釜狙えるって完全な勘違いしてっからね。そんなこと未来英語ないんですけどね。まあまあ日本が弱れば俺らがアニメ作って世界中に売れるぐらい考えてると思いますよ。そんなことねえから。絶対ありえねえからね。いう話であります。というわけで、メール当院さん、大募集であります。動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。毎日、読むだけで頭が良くなるメールが毎日届きます。お得です。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。